はい、それでは皆様お待たせいたしました。本日の HB ジャニーズトップバッターでございます、イエローアルマジロの皆さんです。よろしくお願いします。こんばんは、イエローアルマジロです。よろしくお願いします。紹介したいと思います。ナオさん、イクさん、そして原田さん、皆さん三者三様のダンスがありますが、そうです、みんなで楽しむという形を、カントリーは取っておりまして、ダンスと音楽と一緒に盛り上がるということで、今日もぜひよろしくお願いします、ね、じゃあ本当はただ今ここに本来いるべき人がいないんです。すいません、もう出ます。はい、もうすぐ来ますんで、それまで、そのうちに来ますんでお待ちください。はい、じゃあ次行きましょう。CCR、雨を見た。イエーイ。Thank you.
golden rain is gone. I know bitter way for all my mind. If forever on its own, to the sacrifice of home, I know it can stop the wonder.11回目ということで、ね、2回目の出演を果たしましたイエローアルマジロです。改めてよろしくお願いします、ね、ちょっと今オーダーがね、ちょっとまだ 2,3 個入ってるんですが、はい、あのオーダーは私あの出番が終わり次第作らさせていただきますので少々お待ちくださいませ。よろしくお願いします、そしたら3曲目です ね、これエルメスのナンバーでね、服部さんが歌います。はい、じゃあ早速ちょっと行ってみましょう。ね、今日はですね、はい、いつも割とええ加減に歌っとんだけど、今日は本場アメリカから息子が来とるんですけど、歌詞カードをちゃんと持ってきました。間近で歌いますね。
Yeah.
締めたいと
しての最後の曲になりますんで、よろしくお願いします。カントリーロード聴いてください。
チャタフーチーを聴いてください。
あのちょっとトーク盛り上がってんなっていう風でしたら、あのぜひね、密着したままぜひトークの方を教えていただければと思います。さあ、ここでイエローアルマジロの皆さんにちょっとインタビューをしていきたいなと思うんですけれども、あのまずチーフはあのキッチンに戻っていただいて、そうですね、あのあのこちらもお待ちの方々がいらっしゃるので、ね、あの3つほどオーダーが溜まってるということで、増えてるかもしれない。あ、じゃあ今日はあ、じゃあ今日はぜひインタビューさせていただいて、インタビューをさせていただいてよろしいでしょうか。今日は息子さんがいらっしゃってる。息子じゃないです、娘が、あ、息子の娘夫婦、ね、はい、いらっしゃってるということで、いやーもう、いつ頃来られたの？今日誰より来られたの？なんか7時前かな。あー、本当ですか。ちなみに今日は何きっかけであの日本に来られたんですか？里帰りですね、多分。あ、里帰り。あの、お二人ともアメリカに住んでました。あ、なるほど。じゃ今日はお父さんの姿を見ていらっしゃったということですかね。もう、一人か分からへんので何を言うんですか。今日はあのお父さんのかっこいい姿見られると思いますよ、本当に。こちらです。いつもはね、テンションで歌ってるということでしたが、今日は本気で歌っていただいたという。ちょっと恥ずかしかったですね。恥ずかしかったですか？アメリカ人の前で英語を歌うと。いやいや、でもね、僕が英語なので、バッチリ歌えたという感じですね。発音には割と自信がある。お、どう、娘さん、どうでしたか？発音は完璧ですって。大丈夫ですよ、自信持っていただいて。私の一番のヘンズイッチで卒業して。あ、そうなんですね。隣に住んどったんですよ。どうりで発音上手いなと思ったんですよ。さすがですね。ゲームスイッチは僕じゃないよ。僕の隣に住んでるゲームスイッチに。ああ、そういうことですね。はい、そんなあのインタビュー答えていただいてるんですけども、英語に接する機会が多かったので、もう大爆笑起きてますね。ゴールデンウィークのご予定を、ゴールデンウィークのご予定を皆さんインタビューで聞いていこうと思います。ゴールデンウィークは多分コースの時に死んでますけど、もうゴロゴロと疲労困憊で、もう多分出っ放しだと思います。出っ放し、でもそういう時があるからこそ頑張れるってありますからね。嬉しいんですけど、ほうアメリカからバテに住めたんですけど、うんうんうん、今回のうちで俺はまだそっと仕事やっとるんじゃないですか。要はなんかここでこう検索したら作った理由があるんですよ。うん、そうですね。だから何倍かは多分、喜んでるんだけどやっぱり近づけるから。いやー、まあ、でもそれはもう嬉しい悲鳴ってやつですよ。27日に帰ったら、はい、もうここでほとんど打ち倒れ状態でガカン寝てますね。でもいいんですよ、ゆっくりお酒飲んでいただいて、できる限りゴルフをしていただいて、ね、まだあの5月のゴールデンウィーク明けに向けて英気を養っていただければと思います。はい、じゃあぜひまたのイエローアルマジロで、はい、出演していただけるとお待ちしております。イエローアルマジロの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。